屋敷の中にあるはずだ。この鍵で入ることができるあの場所に。善蔵さん。あ、どうされました。ささ、とりあえず中へ。調査の状況はいかがでしょうか。本当に神田様が。それがまだ本人に会うことはできていなくて、それよりも今すぐ確かめたいことがあるんです。何でございましょう。何なりとお申し付けください。やはり何のことやら見当もつきません。それが何なのかが分かったんです。母さんが、いや、ゆりさんが屋敷を出るとき、菊さんから受け取ったもの、それがお守り袋だったんです。なんと、お守り袋を。では、そのお守り袋が後継者の印だと。違うんです。後継者の印は屋敷の中にあるはずです。後継者の印はこの鍵で開けることのできるとある場所にきっとあります。私にはちょっと分かりかねますが、その鍵は一体。ゆりさんが持っていたお守り袋の中にこれが入っていたんです。ということは、お守り袋を手に入れられたわけですな。つまり、ゆり様のお子様を見つけられたと。詳しい事情は後で説明します。今は後継者の印が本当にあるのかを確かめましょう。あ、はい。しかし、その鍵はどの扉のものなんでしょう。後継者の印はどこに。その場所というのはあそこの中にあるんです。それは土蔵の奥の扉の鍵なんですか。後継者の印はそこにあると。きっとそうです。早速土蔵を開けてもらえますか。わかりました。参りましょう。ついにこの扉を開ける時が来た。この扉の向こうには綾代家の後継者の印が眠っているに違いない。鍵を取り出し錠前に差し込むと、思った通りこの扉の鍵だったんだ。私はここで待っております。くれぐれも気をつけてくださいませ。懐中電灯を用意しておりますのでお持ちください。ありがとうございます。善蔵さん、じゃあそこで待っていてください。謎を秘めたこの扉が今まさに開こうとしている。真っ暗で何も見えない。
あ、そうだ、善造さんが懐中電灯を貸してくれたんだ。早速つけなきゃ。馬進み、うさぎ進みて取り開く、万字の中の印望まん。後継者の印への道しるべになっているはず。もしやこの手鏡にはこの中の地形が書かれているのでは。よし、この手鏡を見ながら進んでみよう。壁が開いた。よし、入ってみよう。壁の奥にこんな部屋が。もしかしてこれが後継者の印なのか。あ、よく見たら折りたたまれた紙が添えられているぞ。この印を持つ者を怪しろ家の正当なる後継者とみなすと書かれている。後継者の印というのはこれのことだったんだ。僕が上言で言っていたお守りっていう言葉にはこんな秘密があったのか。道理で誰も知らないはずだ。待てよ、僕は今日までお守りの存在すら知らなかった。その僕がどうして上言でお守りなんて言うんだ。やあ探偵君、記憶は戻ったかい。おもちさん、まさか。少し気づくのが遅かったようだね。私が弁護士の神田だ。君にはアマチと言った方が分かりやすいかね。お前は名探偵君、どうやら君は私の計画の全てを知ってしまったようだね。怪しろ商事を乗っ取る計画ですね。その通り。しかしせっかくだ、
最初から話してあげよう。君だって全ての真実を知りたいだろう。自分自身に深く関わることなのだからね。遺言書を作る、そう言い出したのがキクにとって運の尽きさ。私はその日を待っていたんだからね。その時キクは殺人のヒントまで教えてくれたよ。一服つけなきゃ眠れないってな。青酸タバコによる毒殺、あなたが過去に担当した事件の手口ですね。ほうほう、そんなことまで調べていたのか。私の事務所に押しかけでもしたのかな。怪しろけの奴らにはおあつらえ向きの方法だろ。あなたは仕事熱心で真摯な人だと秘書の方から聞きました。ああそうと、その通りだ。怪しろけの連中の信頼を得るためにね。おかげで幹事も次郎も仕事のことで話があるといえばどこへでもすぐ来てくれたよ。キクもアキラを使えば簡単だった。アキラは私の言うがままさ。目の前に餌をぶら下げるだけでな。いずれ怪しろ商事の社長にしてやると。そんな言葉を信じるとは本当にバカなやつだ。だからこそヤクザから金を借りるなんてことをしていたんだろうがね。借金の肩代わりを申し出ると喜んでキクのタバコ入れに青酸タバコを忍ばせてくれたよ。おまけに骨董泥棒などというケチな真似をしてくれたおかげで幹事殺しまで引っかぶってもらった。そのアキラが探偵がやってきたことで焦り出し、キクの死体を始末しなきゃまずいと言い出した。それで二人で墓を掘り返しキクを海に捨てた。キクさんを海に、なんてこと。多くの人間に憎まれ続けた怪しろ家の当主だ。これくらいの罰は当然じゃないかね。駒としては都合の良かったアキラだが、勝手に動く駒など必要ない。だからアキラも殺したんですね。これも簡単だったよ。墓を元に戻しに行った時、後ろから火災しでガツン。奴の指紋だらけの土蔵の鍵をいただいた。今頃墓石の下で社長になった夢でも見ているさ。おかげで次郎の時は一人でやるしかなくてね。首吊りに見せかけるのも一苦労だった。奴を運んでいる時、誰かに見つかりやしないかとヒヤヒヤしたものさ。アキラと会っていたところをアズサに見られたのは迂闊だった。何か感づいたアズサは私をゆすろうとした。余計なことを考えなければよかったものを。おまけに禁煙中とは、あのバカがこんな傷までつけやがって。まあいい、みっともなくもがく醜い死に様は怪しろの人間にふさわしいものだったよ。さてお次は君の話だ。同じく怪しろの血を引く君のね。君の存在はユリを調べ始めてすぐに把握していたよ。私の罠にはまってお前はすぐ屋敷へやってきた。ご苦労なことさ。しばらく様子を見ようとしていたものをアキラのやつがお前を殺そうと崖へ呼び出した。
それを知った私がすぐに駆けつけてみると、お前は海に浮かんでいた。慌ててお前を海から引き上げ調べてみれば、お守りなんて持っていない。母親から託されたものだ。肌身離さず持っているものだと思ったが、当てが外れた。その代わりに火傷の跡は確かめたがね、お前は間違いなくユリの息子だった。その後息を吹き返したお前は、好か不好か記憶を失っていた。だから私は一芝居打たなきゃならなくなった。すっかり騙されてしまいましたよ。命の恩人とまで思っていたのに。名演技でしたよ。でもあなたはボロを出した。そうか、お前はお守りのことを知らなかったのか。いや、もはやどうでもいいな。後継者の印は目の前にある。さて、おしゃべりはここまでだ。ここらで消えてもらおうか。俺は綾代家に勝ったんだ。貴様ら、くそ、諦めるんだな。やめろ。取り押さえられた神田は、善蔵さんの通報で駆けつけた警官に引き渡された。あなたは、もしや。まさか、君が姉さんの。八束町で出会った時気づいていれば。カズトさんですか。そうだ、随分探したよ。元子さんから姉さんの話を聞いたようだね。君に見せたいものがあるんだ。姉から僕に宛てて送られてきた手紙だよ。そこには父さんの不幸が綴られていた。そして最後にこう書かれていた。でも私にはあの子がいるわ。二人で強く生きていきます。だけど、もし私に何かあったら、その時はお願い、カズト。あの子の力になってやってちょうだい。この手紙が僕が法律家を目指すきっかけとなった。他にも様々な思いがあって、僕は自分が歩むべき道を決めたんだ。この手紙が届いた時、すぐにでも姉さんのところへ行きたかった。でも同じ頃、僕の母が病に倒れ、僕が八束町を訪れるまで5年もの月日が流れてしまった。そこで初めてあの火事のことを沢子さんから聞いたんだ。
法律家を目指す気持ちが変わらないものになったのもその時だ。君を捨て子として育てているという話を聞いた僕は沢子さんに全てを任せた。そして今年やっと念願の司法試験に受かった僕は大きくなった君に会ってみようと八塚町へ行ったんだ。そこで元子さんから君が孤児院を飛び出したことを聞いた僕は何としても君を見つけようとしたんだが何の手がかりもなかった。ところが先日君が探偵として綾代家の調査をしていることを元子さんが知らせてくれたんだ。不審に思った僕は綾代家にやってきた。そして土蔵の前で倒れていた善蔵さんを見つけ慌てて中に入ったんだ。本当に危ないところだったね。お、君、その左胸は。シャツの左胸に穴が開いている。そうか、カンナのナイフで。でも怪我も何も。胸ポケットに入れてあった鍵の入ったお守り袋、これで僕は助かったんだ。母さんが僕を守ってくれた。君は今日から綾代家の後継者だ。立派に屋敷を継ぐことが姉さんのためだ。おい君、これは。カズトさん、僕は綾代家の後継者じゃない。遠山隆夫とユリの息子、それが僕なんです。それに僕は自分にとってもっと大切なものを手に入れました。失いかけていた過去と母さんの写真です。Thank you.
お帰りなさい。